お母さん、今日ってお休みなんですか？あら花、かわいい格好。お母さん。はい、私のお母さんですよ。突然ですが、うちでバイトしませんか？あ、はい。そしてああいうの着てください。無理です。もはや欲望を隠そうともしてないっす。いっぱいいっぱいでもう見境なくなってる。いや無理じゃないです。むしろ前から目をつけてました。何告白してんだこの人。フリフリが嫌なら、いや、白の無地の T シャツでも結構です。それを水着の上から。いっそ水着なくてもいいわ。とにかく白い T シャツを着るじゃない。それから店の中心に少し高い台を設置して、そこに二人に上がってもらう。ほうほう。それでね。それでこの水鉄砲でね。水鉄砲で。